徳田です。これ琉金って言います。琉金。はい。すいません。すいません、ちょっとロケの方で入らせていただいてて。どうぞ竹の子掘りに行くか。掘りに行くんですか。ここから入ってくんだけど。はい。あ、ここですか。いい。お、すごいですね。ちょっともういきなり。はい。なんでいい？ちょっと気をつけてね。はい。ということで草木が生い茂っているエリアを進んでいきます。結構怖いです、はい、これゆっくり行きます。ちょっとぬかんでるんで気をつけてね。はい。よいしょ、まあ、いきなりだけどこう、はい、ね、こんな感じで行きますよ。大丈夫か。カゴ引っかかって、もうちょっと下がれ。よいしょ。大丈夫です。 OK。やっと人一人通れるぐらいの道幅っすね。そうなんだ。これをね、だからそのカゴに一杯タケノコを掘って、はい、しょって降りてくるのね。はい。昔こういうとこあった時絶対ここ乗って遊んじゃうんすよね。はい、ね。なんかこうやってこうやって友達探してる。そっちに登ります。そこのそれで一言リアクション。それで一言リアクション。うん、お願いします。行くよ。3年前に隠れたたけし、あいつどこ行った？笑ってくれてありがとうございます。いやー険しいっすね。やっぱなんか動物とかいるんですか、この辺って。あのアナグマがいる。よいしょ。あ、ちょっと平らになってきましたね。うん、ここが、はい、メインの妄想だけの、はい、畑です。妄想竹っていうのは竹の種類で、はい、節が白いでしょ、節のところが。はい、わかります。あれが妄想竹で、今回取るのは竹の子、妄想竹。はいはいはい、です。妄想竹、うん、で、ここから勝手に探してみてください。すいません、ちょっと一個見つけちゃったんですよ、そこに。立派そうな頭をちょっと。いいね、いいね。じゃあ掘ってみようか。はい。あ、でも硬いっすね。汗かきますね、これ。いきます。はい、いけ、持ってけ、頑張れ、頑張れ。よし、出てきた。よいしょ。おめでとう。いや、うまく掘れた。うん、掘れました。おー、うまいうまいうまい。取れました。タケノコは土の中に埋まっているので、周りの土をどけてからスコップで掘り出します。竹の根が張り巡らされているから簡単には掘り出せないんです。取れました。タクラ的ラスボス。多分いっちゃんでかいんで、もう根元、いや、なんか今までこの、え、根元もっと下っすかね。頑張って。よし、いった。もっともっと水平に。当たってないな。当たってないですか。届いてない。竹に届いて、もうちょっと、うん、はい、水平に。足大丈夫？大丈夫です。いきます。いけるいける。おー、うまくいった。いや、よし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 、いきます。おー、おー。あ、立派。お、でも、しかも立派立派。お、いい、ちょうどうまい。今日一っすね、これ。うん、取れました。ラジオス。もう何個目か分かんないんですけど、めちゃめちゃ重いですし、あとはあれですね、今下の方ちょっと直で手で持ってるんですけど、やっぱみずみずしいので、なんか手が湿ってきたというか、あとはこの根っこの部分もちゃんと赤いとこまで見えて取れたんで、自分的には合格でいいですか。すみません。掘ってきたタケノコを徳さんが調理してくれるということで、下処理のやり方を教えてもらい、お手伝いをさせていただきました。もうあれしちゃったんだけど、徳さん、なんとタケノコの炊き込みご飯を作ってくれました。タケノコの炊き込みご飯です。ほやほやです。はい、さらにタケノコのすき焼きまで、タケノコのすき焼き、他にもたくさん作ってくれたんです。美味しそうですよね。
はい、いただきます。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 炊き込みご飯からちょっといただきます。はい、君、はい、僕は竹の子から来たな。今日取ってたのか。うん、柔らかいべ。うん、いやでもめちゃめちゃ美味しいです。なんか、うん、自分結構炊き込みご飯とかあんま食べる機会はないんですけど、うん、やっぱこういうとこで食べると普段感じないというか、うん、でやっぱタケノコも自分好きなんで、うん、こういうのも食べれてめちゃめちゃ幸せですね、うん、ちょっとでかすぎたか。あ、大丈夫です。じゃあまずタケノコからしっかりいただきます。うん、やっぱめちゃめちゃ美味しいですし、やっぱ染みてるのもあってタケノコ今までちょっと歯ごたえとかあったんですけど、なんかホロホロしててなんかめちゃめちゃ美味しいのと、ちょっと穂先はちょっとこの分厚めなんで、なんか食感も楽しめてめちゃめちゃ美味しいです。ポイっていつぐらいから買われ始めたんですか。先生、本日は一日ありがとうございました。いえ、どうもどうも。もう一日ずっとなんかタケノコに限らずいろんな経験させていただいて、初めてだったんでとってもいい経験になりました。本当にありがとうございました。あの紹介なのにあのびっくりさせちゃってごめんなさい。とても楽しかったです。本当にありがとうございます。なんかちょっとお礼と言っては何なんですけど、僕はあの普段、はい、あのザ・スーパーフルーツっていう、はい、まあ、グループで活動してるんですけど、の曲であの僕たちチグハグって曲でデビューしてるんですけど、うんうん、ちょっとまあダンスちょっと披露させていただけたらと思います。はい、大丈夫ですか。はい、無理だよ、そんなジジイや。ええチグ、えこう右手が下ですね。右手が下、はい、はい、チグ、チグ、ハー、チグ、ハー、ハー、ハー、チグ、ダメだ、逆だよ。チグ、チグ、ハー、ハー、ハー、はい、ハーグ、ハーグ、チグ、ダメだこれ。でまた来てください。はい、ぜひあの陶芸の方とかいろいろ、うん、そうだね、僕もちょっと初め気になることたくさんあったんで、うん、またぜひお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上水曜グリーン田倉テリスタでした。ありがとうございました。